ようこそ諸君。ケニー艦長、ようやく相まみえることができたな。一方的に盛り上がるなよ。実験体の娘小僧と共に我が元へ戻る気はないのか。私はフィデルとミキと一緒にいる。子供まで道具にするお前のところへなど誰が。命はお前のおもちゃじゃない。もはや問答無用。フェリア、我に力を。リリア、お姉ちゃん。副社長。はい。フェリア、お姉ちゃん。私に妹などいない。将軍、ご指示を。お姉ちゃん。我に力を。勝利で我が正しさを証明しよう。術もダメみたい。敵の周囲には時空紋章による虚数空間と接続された6つのフィールドが展開されています。今まではこちらの攻撃は一切届きません。なんであちらの攻撃が届くんだ。分かるわけない。どうした。指張り。我が正義を否定してみせるのではなかった。そう、貴様のおかげで時空紋章の謎が一つ解明できた。実験体が紋章の力を解放する。脳内に何種類かのホルモンが分泌されていた。そのホルモン、実験体が小僧への信頼、愛情、それらの入り混じった強い感情を抱いた時に検出される。メカニズムさえ分かれば科学的に代替することが可能だ。まずはマインドコントロール。それで足りなければホルモンを直接投与すればよい。いいよ。時空紋章の力は完全に我が支配下に置かれたのだ。今のだけど他に手段がない。囚われリリア。リリア、表面ってこれ立つな。リリア立て。お姉ちゃんを放っておくのか。失敗してもいつだって支えてやる。だから僕を信じて立つんだ。今夜未来自分自身で勝ち取るんだ。フィデルのこと宇宙で一番信じてる。さあフェリアの心を取り戻してこい。お姉ちゃんは私が助ける。さあここからが本番だ。このぐらいやってもらわねばつまらぬ。さあいよいよだ。最新の紋章研究の成果を試してみるとしよう。
葬ってくれる。おう、これは確かになかなか心地いいな。すまん、この体には慣れていない。やりすぎてしまうかもしれん。あっさり殺してしまったら申し訳ない。無理です。これ以上は貴重な実験体の心が壊れます。やれ、逆らうか。オケ、使えない奴め。最初からこうしておればよかったか。この湧き上がる力、実にすがすがしい。生き耐えて我が足元にひれ伏すのだ。また攻撃が通らないぞ。落ち武者、やり方は先ほどと同じですが、いただきます。もし中和しちゃったら、みんなでお姉ちゃんを攻撃するの。できない。お姉ちゃんに落ち着ける手伝いなんてできない。どうしたらいい、どうしたら。リリアの力が不安定。これ以上は時間の無駄か。このままじゃフェリアがかわいそう。あとはお願いね。あなたにはやるべきことがあるはずです。
よくぞ立ち上がった。だが小僧、あとはお前だけだ。目を覚ませ、セリア。バカな。リリア、お願い、私を殺して。逃げるな、戦うんだ。戦ってそいつの支配から逃げ出すんだ。黙れ小僧。リリア、お前を信じてる。テリアと二人で立ち上がれるってずっと信じてる。お姉ちゃん、私お姉ちゃんを信じてる。一緒に戦おう。フィレル、リリア、私も。敵は貴様か、フィーデル。絶対にお前を倒す。
たんですか？ああ、勝利だ。力が消えていく。時空紋章の波形が小さくなっていきます。僕な、我が正義が果てればクロノスの未来が力を過信しすぎたんだよ。その言葉そっくり返そう。連邦の未来が楽しみだ。連邦に崩壊を、クロノスに栄光を。約束するよ。リリアが幸せになるように支え見守っていくって。父さんがそうしてくれたように。リリア、私の妹、ごめんね。でもありがとう。最後の願いを聞いてくれて、私の分まで幸せになってね、お姉ちゃん。悲しまないで。これからもずっと一緒だから。艦長個人日誌、宇宙歴537年11月7日、フェイクリード星系での任務が終了した。主海アルマ将軍の死亡により、クロノス反乱軍は瓦解。クーデターは失敗に終わり、クロノス政府は主権を取り戻した。数日後、ムータル大統領は銀河連邦への参加を宣言。また銀河連邦の仲間が増え、敵が一つ消えたことになる。しかし今回の事件はそれだけにとどまらない予感がする。連邦が一つの転機を迎えていることを強く感じさせたのだ。今連邦の在り方を再考すべき時が近づいているのではないだろうか。クロノスの銀河連邦加入式典が執り行われた。宇宙歴537年はクロノス事件だけではなく、多くの革新的な出来事があり、長い時を経て連邦の方向性を決定づける重要な分岐点になったと認識される年となった。今日、フェイクリードの処遇が正式決定した。文明レベルが達していないことから銀河連邦への正式加盟は見送られたが、先進文明の干渉が強かったと判断され、監視対象惑星に指定された。ビクトルを観察官として派遣するように上層部には進言しようと思う。彼なら他の者よりかなりマシにやってくれるはずだ。ビクトルといえばそう、あの時のメンバーが
あれからどうなったか記録せねばなるまい。フェイクリーディアンたちは皆地球に移住することになった。あの事件を経験させておいてそのまま戻すわけにもいかないし、本人たちも希望しているし、何より私が嬉しい。お嬢ちゃんは科学士官を目指して猛勉強中だ。アンヌによると筋は非常にいいそうだ。紋章学の基礎が分かっているのは結構強みだよな。ただ筆記に苦戦しているらしい。地球の文字は初めてだから仕方ないだろうが、前途多難だな。ビクトルは正式に連邦軍人となり、なんと軍の剣術師範に抜擢された。未開惑星出身者として考えれば異例の大出世だ。俺個人としてはあいつにフェイクリードの観察官を任せたいが、本人はどっちにやりがいを感じるかな。フィオーレはクルップ博士の推薦もあり、ムーンベースに新設された紋章遺伝子研究所の主任研究員に収まった。というかそもそも研究所自体彼女のために作ったようなものだ。連邦の持っていないノウハウと知識を持っているわけだから有効活用したいんだろう。彼女によって連邦は一段階上の技術をつかむかもしれない。アンヌは引き続き科学士官としてチャールズ・D・ゴール G での勤務を続けている。最初は顔で選んだのに、あれだけできるとは思ってもみなかった。俺の配属が正式に決まったら呼び戻す予定だ。俺はクロノス反政府軍の討伐の功績により、なんと昇進が決まってしまった。まだ正式に組まれてはいないが、艦隊を率いる提督様だ。最新重力ワープの研究のために建造している最新艦の艦長に就任予定だ。あれだけ規律やら条約やら破りまくってお咎めなしなだけでもラッキーだったんだが、これも人徳だな。フィデルは連邦の士官を目指して勉強中だ。戦闘要員としては即採用レベルだが、どうやら艦船の乗組員を目指しているらしい。いつでも手助けしてやるつもりだが、今は努力が必要な時期でもある。温かく見守ってるから早く上に上がってこい。お夜食できてるよ。ありがとう。もう少ししたら行くよ。頑張りすぎないでね。ミキは頑張らなさすぎだ。エマーソンさんとアンヌさんみたいになりたいんだろ。お嫁さんでもいいんだけど。なんか言ったか？ううん、なんでもない。一緒に頑張ろうって言っただけ。そうだな。よし、終わった。夜食いただくよ。そしてリリア、彼女は
連邦科学アカデミーから検査という名目で監禁されそうだった。フィデルやミキが無理やりかっさろうとしてヒヤヒヤしたが、問題になる前にフィオーレとクルップ博士連名の報告書が出され、オチビちゃんがいなくても研究に支障なしということで晴れて自由の身となった。今はフィデルに引き取られ平和に暮らしている。彼女が普通の女の子として幸せになることを願わずにはいられない。ありがとう、ピレル。お姉ちゃん、私今幸せだよ。